こちらのバッグの中身をご紹介したいと思います。私は日頃いつもこちらのキプリングというメーカーのバッグなんですけれども、昨年12月にハワイ旅行した時にヒルトンホテルの1階のショップでこちらのバッグを購入しました。もうキプリングが大好きで、最近はもうもっぱらキプリングですね。特に私はコロコロバッグを買えませんので、普段はこちらオンリーで使っております。ではちょっと外しまして、こちらのバッグの収納部分なんですけど、前ファスナーと、そしてこちらですね、上に主なファスナーがついておりまして、で裏は何もついていないですね。ではまず前の方からご紹介します。まずこちら、拡大鏡。こちらの拡大鏡は旅行なんか行って夜地図を小さい文字とか見るときに、こうやって広げるとライトがつきまして拡大して見ることができる、とっても便利なものですね。で拡大鏡と、そしてあとはスイカはよく身分証明を会社の時にここぶら下げて、あれのケースですね、あのケースに入れまして、でこういった伸び縮みする部品を小物でつけてこのバッグの中に入れております。でなくすることもないし忘れることもないので、とっても便利です。であとはここに他は何も入ってないんですけど、スマホ今撮っておりますので入れておりませんが、いつもこちらにスマホと、それからスマホのイヤホンをこちらに入れて収納しております。ではこちらの真ん中の中身なんですけれど、でこれはごめんなさい、まず後ろにこういったファスナーがついておりまして、ファスナーですね、ここ閉めればファスナーで、真ん中が仕切りがついていて2つに分かれております。で前の方に差し込みポケットが2つ、よくあるパターンですね、ついております。ではまずこの後ろファスナーの方、こちらには預金通帳が入ったポーチ、こちら宝くじ売り場で買った時に何かいただいたので、これがちょうどいい大きさだったので愛用しております。そしてあとはこちらスマホの充電器ですね、 au の充電器です。であとは何にも入っておりませんからです。でそして真ん中が2つに分かれております。手前の方、私の方の手前の方はお財布と、それから折りたたみの傘、とってもちっちゃくて軽くて便利です。そしてハンカチですね。そうでした。あとはこれ携帯につけるマイクを小袋に入れて持ち歩いております。でその仕切りがありまして、ここも空っぽでございます。空っぽですね。でここに仕切りがついてるんですが、その手前に入ってるのは何かと言いますと、ポーチ。この中には印鑑だとか、お守り、そういったものが入っております。よくあちこち旅行するので、それとあとはこちらですね、両親の写真が入っているケースですね。であとはお守り、あちこちの旅行するとよく神社をお参りするんです。その時にちっちゃなお守りを買ったもの、この小袋に入れております。あとはこういった本当のお守りと、で印鑑ですね。でそして、あとはティッシュと濡れティッシュで、こちらはもう空っぽで何にも入っておりません。そして前の差し込みポケット2つあるんですけど、まず右の方ですね、右の方には、口紅とグロス、そして左の方ですね、左の方は、ハンドクリーム、もうなくなりそうなので予備を1個持っております。そしてもう一つこちら、
常備薬入れてるピルケースと、そして目薬以上が、これで、もう全部あの中身ですね、何もありませんです。で、私はあの本当にあの必要最低限のものしか持って歩いておりません。あのよく皆さんのダンジャリダンジャリって言うじゃないですか。そういったやっぱお部屋の中だけじゃなくってバッグもあのシンプルに持ち歩かれてた方がいざっていう時にあの身軽に行動できると思うんですけど、皆さんいかがでしょうかね。よくあの街をあの歩いておりますと、皆さん普通ハンドバッグ持って、またショルダーブックをかけて、ここにあの肩にかけたバッグを持って、しかももう一つ手に持っていらっしゃる。何を一体持ち歩いていらっしゃるんでしょうね。本当にとって私あの不思議でしょうがないんですけれども、あんなにたくさん持ってたらね、あの自由に行動できないですし、あの電車とかバスになった時に場所を取りますので、とっても邪魔ですよね。私なんかもこれ一つですから、膝にポンと乗っけたら終わりなので、邪魔になることもないですし、自分自身がやっぱ年齢がいってきますと、あのやっぱり身軽に動かない、あの足元がね危ないですから、やっぱりシンプルにしておくと足元にも気を配れますので、あれこれ持っているともうそちらに気を取られちゃって、あの手も空いてませんので、おっと取って転びそうになった時も荷物があるので、ね、自分をかばえないですから、なるべく私はできることならシンプルにしてあの歩かれた方がいいんじゃないかなと思います。では本日は私 の、 あのショルダーバッグの中身とバッグのご紹介でございました。また何かありましたらご紹介していきたいと思います。本日は最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた。